ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は国際プロレス大宮道場について触れてまいります。1967年に旗揚げした国際プロレスは、当初は都内に道場のみを所有していましたが、長期的な団体運営には自前のレスラーの育成は必要不可欠との考えから、1973年埼玉県大宮に合宿所兼道場を開設しました。この建物はもともと牛乳販売所だったところを合宿所兼道場に改装しました。以来、国際プロレスの大宮道場は地元の人に愛され、たくさんのレスラーを輩出してきました。しかし1980年7月、この道場に悲劇が起きます。タクシーが建物に衝突し、ガス爆発を起こし全焼しました。不幸中の幸いで、国際プロレス一行は北海道巡業中だったため難を逃れました。そして合宿所の再建に乗り出した矢先に、東京12チャンネルの放映が中止、さらには国際プロレスそのものが終焉を迎えました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は国際プロレス大宮道場について触れてまいりました。